どうもこんばんは、森ちんです。さあ MHF なんですけれども、今週もやってまいりました。今週の赤赤ということでいろいろ見ていきましょう。はい、27日からですけれども、まず今週は天守ハルドメルグが実装しました。討伐シーンイベントとか来てますので、バッチリ買っていきましょう。でそれから歌姫守衛戦新設だとか、入魂祭だとか、でそれからね、スキルカフの PZ くじの第5弾が来ました。これめちゃめちゃ強いので、もう引ける人は絶対に引いておいた方がいい。それからローリーレコリスのくじが再販されたりだとか、劇3倍が来たりだとか、あとは連撃っていうね、道の新しい転移防具が来たりだとかっていう、大体そんな感じです。一つずつ見ていきましょう。はい、まずは不具合トラブルですけれども、シュレンドーのポイント交換の品目に天守タイクンザムザの素材がない問題ということで、こちら天守タイクンザムザが実装した日1月30日からの不具合みたいなんですけれども、もともとね、道にはタイクンザムザ出てなくて、だからまあこの顧問も交換にないのかななんていうふうに思ってたんですけど、不具合で出てなかったらしいです。もうすでにテインハルドの素材は来てるんですけれども、早くねタイクンザムザの素材も来てくれたらなっていうふうに思います。そして不具合状況の方更新されたんですけれども、天守タイクンザムザが登場するクエストにて、エリア移動する際のローディング画面からゲームが進行しない場合があるとのご報告をいただいております。で調べてたんですが、これが治ってくれたよということで、もう新モンスターが出たら毎回こういうバグ出てますけれども、今回もなんか天守ハルドメルグで、ね、ワールドツアーしちゃうやつがね、不具合出てるみたいなんですけれども、それも早く治ってくれたらなっていうふうに思います。そして天守ハルドメルグに挑め討伐支援イベント、極東の資源流解禁ということで、来ましたねハルドメルグ。まあ僕の第一印象としてはそこまで強くなくてよかったなっていう感じなんですけど、まあ、ガード武器とかでやると結構水銀の対処とか楽なのかな。こちらのイベント2週間の開催ですね。今回も討伐支援のねクエスト来ていたりだとか、これ広域2が発動してるのが僕よくわかんないんですけど、普段広域3ばっかり使うんで、広域2だとどのアイテムが対象かってちょっと忘れちゃったんですが、まあなんか広域2が発動してくれるみたいです。で今回もね、脅威の印象、それから廃棄源樹、獅子源樹のね、やつ来てますので、達成報酬のやつ来てますので、この獅子の玉だったりとか、極豪極戦、それから豪快旋回玉ね、これらの素材もらえますので、しっかりイベント頑張ってやっていきましょう。そして歌姫守衛戦新設第29回の祈祷の賞来ました。歌玉集める賞ですね。今回天守ハルドメルグ登場ということで、獲得できる歌玉の量がアップしております。ボーナスターゲットにもいっぱい来てるみたいなので頑張りましょう。でこれ来週の話ですけど、戦歌の賞で V 破壊ボーナス3倍になるみたいなので、まあ発達 V とかね、普通の V 破壊とかもしっかりやればかなり迎撃のポイント増えるかなと思うので、 V 破壊狙って頑張りましょう。で今回の記事こんな感じなんですが、属性ダメージ、パーティーメンバーの人数に応じての攻撃力アップ、保護系のやつと、それから耐性のやつ、僕耐性のやつ来たらすげえ嬉しいななんて思うんですけど、まあでも攻撃力関連になるのかな。あと歌守りも結構来やすいかなと思うんですけども、で今回の常時配信クエスト、今回のというかこれ来週の話ですけど、常時配信クエスト、これで日替わりはいつも通り1121223344みたいなよくわかんないな。まあそんな感じで来てくれるみたいなので、歌紡ぎ戦は今回も来てくれないみたいです。で今回新しく作れる祈り歌武器は太刀と弓みたいなので、後で性能見ようと思います。で今回ね、交換できる品目追加はありませんでした。そしてもうすでに終わってしまいましたが、歌玉集めのスタートダッシュに最適なクエストを配信ということで、4000歌玉もらえるイベント、いつも通り来ていたんですけれども、もうすでに終わってしまいました。忘れた方は次回忘れずにやるようにしてあげてください。そして今回新しく作れる祈り歌武器の性能を見ていきましょう。太刀が攻撃力2472、黒炎1200、リーチ長で空毛めっちゃ長いよっていう感じで、弓が攻撃力612、黒炎1000、放射型で、ため3が貫通4で、ため4が連射4。いいですね、ため4の連射4はなかなかいいんじゃないかなと思いますけれども、まあ欲しい方は作ってあげるといいんじゃないかなと思います。そして第135回狩人祭の入魂祭が始まりました。今現在、2月28日の21時1分はこんな感じになっております。で今回証と熱気が2倍なんですけれども、今回からコレプトが作れるということで、手だれとか空撃とかね、すごい強い装飾品になっていますので、性能を見ていきましょう。まずは GX の防具ですが、まあ作る人はいないと思うのでこんな感じで、弾がこんな感じ、コレプトの剣士の方の弾ですね。手だれ4の弾になってます。強いですね。川柳魂で僕は特に欲しいなっていうふうに思うんですけど、
これはねいいですよ。例えばなんですけど、手だれ4のこのコレプト玉を3つ入れるじゃないですか、装飾品で。であと秘伝花布の方で最終強化で千竜魂って手だれ3入ってるやつがあるんですよ。それ使えばコレプト玉3つと秘伝花布で手だれ発動できるんで、これいい使い方なんじゃないかなって思うんですけど、いやどうだろうな、わかんないけど、まあそんな感じで使えますよっていうことで、コレプト玉作ればいろいろ選択肢広がるのでいいかなと思います。でガンナの方こんな感じですね。空撃3入っております。まあ、空撃はね10ポイントで発動なので、そこまで発動のポイント困んないかもしれないんですが、 ZP 防具でね空撃4入ってる防具にこの玉2個入れれば空撃発動みたいなことできるので、今までポイントが11位とかに、ね、なっちゃってた人はぴったり10ポイントで空撃発動ってのも余裕になると思いますので、このねコレプト玉も非常に強い玉だと思います。そして今週から新しい道の転移防具が実装したんですけれども、これねまた別で動画撮ろうと思うんですが、明日あたりに動画撮ろうと思うんだけど、連撃って読むと思います。直撃の相馬っていうね漫画あると思うんですけど、あの字なんで多分連撃だと思います。でこちらの防具性能なんですが、まず剣士がこちら、めちゃくちゃ強い、やばい、めちゃくちゃ強いです。何がどう強いって、まずスキルポイントがやばいじゃないですか。幕なし10、抜能10、攻撃10、これやばいですよ。一戦10、攻撃4、やばいね。これが無課金の防具で来てんのがやばい。であと足の一点突破10とか、そんな感じになっていて非常にスキルポイントが高い。がしかしこの前の煉獄ってあったじゃないですか、これがマイナスポイントってあったと思うんですよ。献身マイナス5、攻撃マイナス5みたいな、それがね今回もあるんですよ。例えばこの頭血気マイナス4みたいなとか、足の3回マイナス5みたいな感じでマイナスポイントが来てるんですけど、いやそれ差し引いても強いなって。しかもこの3回マイナス5が何を意味するかっていう話はまた別の動画で言おうと思いますので、よろしくお願いします。であとこの腰だよね、これがねラビウスの頭と合わせるとすごい良くて、ラビウスの頭の性能がこちらになってるんですけれども、攻撃後一戦中腕利き献身吸血スキル枠拡張みたいな感じで、もう本当にこの連撃の腰に合ってるんですよ。このだから2部入れれば一戦20になって一戦2が発動できるんで、これやばいね。で腕利きも10ポイントになってるから、腕利き5入ってる防具 1V とかでねもう腕利き発動できますし、いやーこれはねめちゃめちゃ強いなって思いますよ。特に各も皮膚体の方、二重玉持ってない方はこの連撃の腰はもう絶対に作った方がいい。耐震強化っていうところでね、天守に対しての保護天スキルもありますから、これも便利だと思いますので、もう絶対にこれは作っといた方がいい。めちゃめちゃ強いです。これがイベント防具じゃなくてよかった。本当によかった。期間限定じゃなくてよかった。で、ガンナーの方こんな感じなんですけれども、ガンナーの方も頭幕なし10になってたり、抜能10、それから攻撃10、踏破5入ってますねここはね。でそれから腰の一戦10、攻撃4、これ強いね。で、足の一点突破10みたいな感じで剣士と同じような性能になってますが、あのガンナーの方僕一番強いなって思うのはこの攻撃強化と一点突破抜の空撃みたいな、ここかなと思うんですけど、意外とね猛進強化のおかげで最近よく動くガンナーって増えたと思うんですよ。まあ、そういった方にねこの抜の銃入って攻撃強化入ってっていうこの部位なかなかいいんじゃないかなと思うので、僕もねちょっとその場で立ち止まってね砲台としてベン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 って打ってるガンナーあんま好きじゃないんで、あの結構アクロバットに動いてっていう感じで戦いたいなんていう人はこの防具とてもいいんじゃないかなと。あの弓の拡散弓打ってる人なんかは攻撃強化普通に貯められたりとかすると思うので、抜の攻撃強化入れてみたいな感じでやってあげるとすごく強いんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、また詳しいことについては別の動画で言おうと思うんですが、まあ一応こんな感じで連撃っていう防具が実装されました。これね最大深度が50にいってないと布がね入手できないっていうことなんですけれども、まあそこは頑張ってやっていきましょう。そして今週のお得クエスト&ブースト情報ということで見ていきましょう。転移の調査依頼はティガレックス、ヒュジキキ、ギアオルグですね。そしてフィーチャーベポンこちらとなっておりますのでご確認ください。そしてボックスくじの方にスキルカフ PZ くじ第5弾が追加されました。早い、ペースが早い。しかもこの第5弾がめちゃくちゃ強くて、ぶっちゃけ言うと1,2,3,4 引かないで5だけ引いてればいいぐらい強いなって僕は思ったんですけれども、中身こんな感じ。幕なし強化、先天強化、天雷強化、攻撃、吸血、俗撃、氷塊、劇物、支援、猛進、適用、鼓舞、反射、交流、血気、私服、かつ耳栓、風圧、耐震、耐毒、
対麻痺対睡眠合成節約スキル枠みたいな感じで、もうほぼほぼなんか今まであった転移スキル入ってるかなと思うんですけども、幕なし強化ね、こんな感じでいつも通り攻撃とか一戦とか3回とかあるんですけど、これの7があって、獅子粉塵プラス5みたいな感じで、で他のやつも8、9みたいな感じで、追加されたものは基本的には獅子粉塵と手だれみたいな感じで入ってまして、これがねやばいですよ。特に獅子粉塵がやばいっすよ。やっぱ獅子粉塵ってまだ最新のスキルだから入れにくいじゃないですか。でそこにね、これはやばい、マジでやばい、需要の塊。今まで獅子粉塵の装備組もうって思った時に、防御力上げたくて ZP 入れるけど、でも ZP は獅子粉塵呼んでみたいな感じで、結局 ZX2V でちょっと防御力不安だなみたいな人いたと思うんですけど、これのおかげで獅子粉塵5確保できるんで、 ZX1V に減らしたりとかできますから、これはいいよ、めちゃめちゃいいですよ。でこの手だれとかも嬉しいしね、やっぱ手だれもほんと入れにくくてね、グリディとかはあるけど、あれはイベント防具でもう入手できないし、今回コレプトが来てくれたおかげで手だれの入れやすさってのはねもっと良くなると思うんですけど、まあ、まだまだ入れにくい状況なので、この手だれのカフってのもすごく嬉しい。であとこの節約強化カフとか一点突破入ってたりとかね、で画性強化カフに私服が入ってたりとかみたいな感じで、かゆいところに手が届くみたいな感じのこのカフも追加されておりますので、これはね絶対引いといた方がいい。僕はちょっと今お金がないので引けないんですけれども、まあ来月金が入ったらもう絶対全部引いてやろうと思います。ただ対毒対麻痺対睡眠みたいなね、ここら辺とかも入ってるので、まあこれが出たらちょっと、じゃちょっとどころじゃなくて外れなんですけど、まあそれ以外非常に強いので、もうこれは、ね、絶対引いた方がいい。もう絶対引いてください。装備の組みやすさが段違いになると思うので、もうぜひぜひ。そして金ピカ小判 G ステップアップくじにローリーとレコリスが再登場ということで、こちらね3月20日までなんですけれども、ローリーとレコリス来ております。そして先週から来ているコトナは今週いっぱいまでとなっておりますので、それじゃあ一つずつ性能を見ていきましょう。まずはローリーですけれども、ローリーこんな感じ。まあちょっとね古いというか、空撃とか一点突破とか獅子粉塵とかが入ってるわけではなく、まあでも汎用性は高そうだなっていうふうに思いますので、欲しい方ぜひ引いてみてあげてください。そしてレコリスですね、レコリスはこんな感じ。レコリスの方は空撃とかが入ってはいるけども、まあ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 汎用性の高そうな装備になってますので、頭の腕利きとかがまあなんか特徴的な感じありますけれども、まあ一応こんな感じでございます。でそして先週から来ているコトナはこんな感じ。まあコトナは腕の一線銃とかやっぱ強いかな。でそれから腰の通撃銃、剛線入ってて通撃銃、まるで以前着ていたレニガンの頭みたいだななんていうふうに思うんですけれども、でねこのコトナの腕見ていただくと、吸血後一戦銃3回後腕利き後通撃後スキル枠拡張っていうことで、今回新しく来た連撃と、まあ以前ガチャで来ていたラビウスの頭とでこのコトナの腕を合わせると、もうこの 3V だけで一戦が30入ります。強い、やばい、めっちゃ強い。まあただここまでやっちゃうと攻撃が心配だなとも思ったんですけど、まあ攻撃入ってないのこの腕だけなんで、あと胸と足にね攻撃しっかり入った防具使ってあげればね、多分攻撃6とかも普通にできると思うので、5-6-1-3がもうめちゃめちゃやりやすくなったんじゃないかなっていうふうに思いますね。いややばいですよこれは。僕も今度皮膚体装備組む時にラビウスの頭と連撃の腰と、まあ、これはちょっと使えないけど、まあそんな感じで組んでみて、今度こそ武器スロなし剛線急装備作ってみようかななんていう風に思います。まあ後の部位で言うと獅子粉塵とか一点突破とか入ってるので、なかなか強い装備かなと思いますので、引きたい方ぜひ引いてみてあげてください。そして今週劇3倍が来ました。ラビーすでにね結構開催されてるかなと思うんですが、劇欲しい方はもうバシバシプレミアムコース入れて頑張ってみてあげてください。そして先週から来ているイベントなんですが、おひな様が激怒、おひなは攻めるよどこまでもということで、川柳婚がもらえるイベントクエストなんですが、こちら今週いっぱいまでなんですが、男女混合パーティーで行かなくちゃいけないということで、なかなか人を集めるのが大変かなと思いますので、まあ行けそうな方はぜひやってみてあげてください。このイベントで作れる武器こんな感じですね。攻撃力963、総属性770で、耳栓強化、空毛はまあ普通にあるよっていう感じですね。空中 EX 回避バンバン打ってると耳栓強化って全く意味ないんですけど、まあ地上でも殴りたいよって方はね、こちらのコン全然いいんじゃないかなと思います。そしてこちらも先週から来ているイベント、こちら外装のイベントなんですけれども、忍びの道に情けは無用、回転忍びの極意ということで、
なかなか大変なクエストでした。僕も動画出したんですけれども、僕は1時間20分かかりました。まあ見る線がなかなか大変だったんですが、まあね、こちら将軍ギザミか大名ザザミ買って、リオレウス買って、ガノトトスアッシュ買って、で最後にミルを狩るとこの外装がもらえるよっていうことで、まあ外装なんでね、装備ってわけじゃないから強さに直結するわけではないんですけれども、で見た目変えたいっていう方はぜひ作ってあげるといいんじゃないかなと思います。僕はなかなかこの外装気に入ってますよ。そして今週で終わりです。毎週挑もうよみがえりし漆黒の闇ということで、音の外装がもらえる毎週1回だけクリアできるクエスト、今週で終わりです。もう4週もやってたんだって感じなんですけれども、今週で5週目ということで、しっかりとメインとサブタゲクリアして、音の外装10枚分手に入れてあげてください。まあしっかりやってたら10枚分って話なんですけれども、ということで大体こんな感じです。まあ今週はとりあえずハルドメルグ買って、でまあ作りたい部位ね、剣士の銅とかすごく強いので、そこら辺作って、まあ武器作りたいの作ってぐらいにして、あとはまあ守衛戦やったりとか、まあ守衛戦もハルド勝ってれば勝手に歌玉集まってるかな。あとは入魂祭ですね、これしっかり宿礼やってあげて、入魂頑張ってコレプト玉のためにね頑張ってあげて、あとラビーもやんなくちゃいけなくて、で連撃も取るために道やんなくちゃいけなくてっていうことで、今週すげえ詰まってます。めちゃくちゃ詰まってます。これ以上ないだろってぐらい詰まってます。だからね、なかなか時間ないよって方いるかもしれないんですけれども、まあ取捨選択するなり優先順位ちゃんとつけるなりしてね、自分のやること見失わないように皆さん頑張ってやっていきましょう。ということで今週は大体こんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。